ポールダノはアメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク生まれ。サラという名前の妹がいる。子供の頃にコネチカット州ウィルトンに移り、そこで育つ。高校卒業後は再びニューヨークへ渡り、演劇を専攻した。10歳の頃にスカウトされて、12歳の時にブロードウェイデビュー。ジョージ・ C ・スコット、チャールズ・ダーニングラ早々タルメンバーとの共演舞台だった。 17歳の時にブライアン・コックスと共演した LIE で映画デビュー。2005年にはガエル・ガルシア・ベルナル主演のキングザイの王やアカデミー賞受賞俳優、ダニエル・デイ・ルイス主演のザ・バラード・オブ・ジャック・アンド・ローズへ出演。若くして多くのベテラン俳優たちと共演して引けを取らない演技を披露。二千六年公開のリトル・ミス・サン・シャインのネクラナ一家の長男役や、 2007年公開でダニエル・デイ・ルイスと再共演を果たしたゼアウィルビー、ブラッド・ノ・ポール、イーライ役で注目を集め、後者の作品では英国アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。2012年、ドービル・アメリカン映画祭にて出演作品では共演者に恵まれており、ダニエル・デイ・ルイス、マイケル・ケイン、ブラッド・ピット、アラン・アーキン、ブルース・ウィリス、トム・クルーズ、 ハリソン・フォード、ロバート・デ・ニーロなど名高い俳優たちとの共演作品が多い。舞台ではイーサン・ホークが演出家デビューしたオフ・ブロードウェイ作品にも出演した。今後控える作品にも注目が集まる若手俳優の一人である。ムックというバンドでギターを担当している。2007年より女優のゾイ・カザンと交際している。2012年にカザンが脚本を手掛けた。 ルビー・スパークスにおいて、劇中でも恋人同士を演じている。火山との間には2018年8月に女児が生まれている。ありがとうございます。